ごめんなさい、やってしまいました。新年早々大変失礼いたしました。こんにちは。時刻は12時を回りました。引き続きウェザーニュースライブコーヒータイムは大島リノンが担当します。よろしくお願いします。気をつけてたんです。私やりすぎですよね。もう何なんでしょうなんてこんなにやらかすことありますか。本当まだまだだなと思います。デビューして1ヶ月ですよね。何回やったんだろうってか、もう数えきれないくらいやってしまっていて、いや喜ばないでくださいダメです、ダメです。本当に気をつけますね。本当に気をつけますみんな、ね、そんな誰ですよ。いや多すぎる多分あのね、マイクはついてる、マイクは大丈夫そう、よかった、よしよしまあね、気をつけていきたいなと思いますねえ、1ヶ月経ったんですよ。12月の2日にデビューさせていただいて1ヶ月経ったんです、ね、え1ヶ月経ったのに進歩してるんだかしてないんだかみたいな友人がですね、たまたま YouTube を開いてこうパーって見てたら私の切り抜き動画が出てきたっていう報告をしてくれて、その子研修期間中に前ちらっとお話ししたんですけど、研修期間泣いたっていう質問があって、そう泣いてないって、そうなんでかっていうと留学してる友達がそのね辛いっていう話をして泣かないようにしようねって言ってたからって言ってねたんですよ。その子がそう YouTube で見つけてくれてすごいよみたいになったんですよただなんかあのね周りの子が見てくれたんですけど、なんかあまりにも素すぎてそのまんますぎてびっくりしたって言われました。なんかもうちょっと頑張った方がいいんじゃないかなと思って。